隊長。ああ、こそこそしやがって、みっともねえ連中だ。出てこいよ。随分な口の利きようだな。自分が何をしているか分かって言っているのか。4対1か。試し切りにゃちっと物足んねえがな。4対1だと。ごちゃごちゃうるせえな。さっさとかかってこいよ。ザラキ隊長、俺らはどうしたら。邪魔だ、失せろ。あんなひどい言い方しなくっても。ケンちゃん、私たちさっきの1位探しの続きやってるね。ああ、すぐ行く。すぐ行くか。挑発のつもりか、それとも本気で言ってるのか。正気かよ。あいにくそんな面倒なもんは花から持ってた覚えはねえな。隊長、ここはまずは俺たちに行かせてください。バカが、4人まとめて来いって言ってんだろうが。やっぱりそう来たか、舐めやがって。やれやれ、やっと落ち着いてやれるぜ。数は半分になっちまったがな。まあこれでも寝起きの運動くらいにはなるだろうぜ。参る。鈴虫二色。目に引こう。終わりだ。いかにザラキケンパチといえど、これでは影も残るまい。なんだ、終わりか。バカな。やれやれ。全言撤回だ。これじゃ眠気も払えやしねえ。このぐらいでいちいちビビってんじゃねえよ。話になんない。てめえらそんな腕でよく平気で隊長ずらしてられんな。この野郎、立てよ。まだ死んじゃいねえだろ。私がやろう。後手13隊の隊長の座につく方法は3つある。それがどうした。ザラキケンパチ、私はお前が11番隊の前隊長を殺して隊長の座に着いた時から確信にも似た強い不安を感じていた。おそらくはお前自身がただ、さらなる戦いを欲するがゆえ。違うか。ごちゃごちゃうるせえ。要はてめえが正義の味方だって言いてえのか。許しがたいと言っているのだ。通せ。鈴虫追跡、閻魔航路。なんだこれは。何も見えねえ、何も聞こえねえ。どうだ、光も音もない無明の世界は恐ろしいだろう。地獄から逃げられるのはただ一人、この鈴虫本体を握る者だけだ。無駄だ、私を捕らえることなどできない。なるほど、やはりお前は魔物、恐怖などもとよりないわけか。まただ、紙一重で急所を外す。今のは当たったな。刃先にチラッとかすっただけだが、しかし感覚を潰す挽回とは面倒なこったな。だが触覚が消えてねえのが幸いだぜ。こっちの剣もちょっとずつ当たるようになっちゃいるが、そろそろ飽きたな。
やっぱ切れねえってのはつまらねえ。くそ、なんでこの俺がごちゃごちゃと考えねえといけねえんだ。勝ったれ。勘で切るといいの。そいつは今やってる。待てよ、なんだよ、あるじゃねえか楽に奴の位置を知る方法。バカ、目が見えるようになったな。耳も、てめえを掴んでるから見えてんのか。くそ、負けるわけにはいかないんだ。私はお前なのに、負けるわけには。ダメだ、飽きた。半死人の相手なんかやってられるか。俺は行くぜ。私は私の正義の全てをかけてお前を止めなければならないのだ。くだらねえ、そんなに死にたきゃそうしろ。もうやめろ。駒村、私は分かっておる。驚いておるようには見えぬが。まあ外見は戦いに関係ねえからな。問題は獣の姿をしたてめえがちゃんと獣じみて強えかどうか。挽回。おお、苦情天元妙。殺し合いか、いいじゃねえか。ことなら遠慮なく行くぜ。死んだら化けてもう一回殺しに来い。これは、ああ、どうやら始まったみてえだな。